マイナスです。今日はですね、ストリートファッションに似合う髪型第2弾ということで、お話させていただきますんで、ぜひ最後までご覧ください。はい、ということで、まずおさらいとしてなんですけれども、はい、コーンロー、ブレッツ、ブレイズじゃない、ブレッツじゃない、ブレイズ、ドレッドとかの特殊ヘアードね、に関してはもう前回の動画でちょっとここにポンと出しておいてもらったら、はい、結構これなんか人気で、人気でしたね、うん、なんか俺の動画にしては5、6000回ぐらい回ってるから、ね、ありがたいことにだからまあちょっとそれに便乗してというか、はい、まあそれの第2弾やろうということなんですけれども、はい、まあその第1弾に付け加えるとしたら、まあアフロとかかな、そうですね第1弾の方にね、そうですね、付け加えるとしたら特殊ヘア編に付け加えるやったらアフロ、うん、特殊ヘア枠に付け加えるならね、アフロとかもいいんじゃないかなと思います。でまあその前回のおさらいの部分で言ったのが、もう一つがフェードカットですね、はいはい、まあ、こっちは言わずもがなで、まあ、勢力拡大中という感じでね、めちゃくちゃ多いですね、めちゃくちゃ多いね、まあ、特にまあナメダルマのね、あの辺が人気出たぐらいから、いやもうちょっと前からと思うけど、そうっすね、本格的にはうん、なんかブラザーズでみたいな、そうそうそう、ブラザーズでみたいな、2018年ぐらいからこう人気出てきて、うん、まあその辺もフェードカットかなというところなんですけども、まああのちょっと補足でお話しすると、実はあのフラグの内装を手掛けてくださったあのハイダウェイの、まあ、直哉っていうのがいるんですけど、その彼がね、彼もまあ YouTube 始めたんですけどね、ああそうそうそう、で彼はまあうちのまあ内装手掛けてくれたんですけど、ミスターブラザーズの内装も手掛けてる、全部そうちゃいますか、そうそうそう、とまあまあ前回、この2つがですね、前回の動画でお話しした、お伝えした髪型なんですけども、今回はですね、90年代の日本とアメリカに少しフォーカスした髪型をご紹介したいと思うんですけれども、はい、まずですね、日本やと、裏腹ファッションがこう賑わせた時代なんですが、うです、ね、こういなたい感じの髪型っていうかな、なんか、うん、絶妙っすよね、絶妙なこうバチバチに狙ったような髪型じゃなくて、ふわっとしてるみたいな、そうですよね、今ここ画像出てんのそれ、いろいろ出してます、いろいろ出してる、出しておきます、うん、まあ、俺もどっちかって言ったら、ね、IWGP とかに出てる、まあ、前の動画でも言ったけどね、はい、うん、ちょっとこうヤンキーチックなというか、あんま狙ってない、あんま狙ってない感じ、うん、なんかこうワックスつけてぐしゃぐしゃっとしただけの感じの髪型なんやけども、まあここにその、そうですね、フェードカットとかやったらポマードパチッとみたいな、ああそうやな、でとか、うんうん、テカリある系ですけど、うん、この当時はそんななんかほんまふわっとしてる、ふわっとしてる感じ、うん、がすごい多いから、まあこの辺の髪型がすごいいいんじゃないかなと思います。まあ、ニゴとか藤原宏さんをねこう例に見ても、こう整髪剤つけまくってみたいな感じじゃないやんか、うん、なんかこうナチュラルな感じっていうかな、あーそうですね、うん、ナチュラルな感じの髪型、刈り上げとかもなしで、うん、刈り上げとかもなしで、まあ実際その俺が、なんかイメージにしてる、まあ、IWGP に関してもその、まあ、窪塚とかもセットしてるけど、なんかこう乱雑な感じ、うん、ふわっとふわっとした感じうん、でまあ永瀬に関してもこう絶妙なロン毛にこうメッシュキャップかぶってるみたいな、かなりいなたいよね、いなたい感じのやつですよね、うん、で、まあ、佐藤龍太に関してはこう割に尖ってるけども、こうマッキンキンでロックっぽい感じというか、うん、そういう感じもあります、なんか個性溢れてるな、ですよね、すごいな、色、髪色に関しても、うん、なんか今黒が主流なんだ、確かに多いですね、主流というか、うん、もっとなんかこう遊べる人は色で遊んでもいいんじゃないかなと思って、逆にでもあの当時の茶髪みたいなダサい系のやつを今やったらほんまダサくなる、まあ確かにな、なるでしょ、そこのバランスが難しいかもしれんけども、うん、まあ当時はもうちょっとこうナチュラルな感じの部屋が、はい、うん、なんか全体的にダサかっこいいというか、そうですね、ダサさとかっこいいが共存してる感じ、はい、うん、なんか難しいですね、うん、全部足し算じゃなくてちょっと引き算を入れてる感じの髪型をしてるという感じですかね、はい、でまあ、今先ほどは日本編をお話ししたんですけども、次アメリカ編ですね、はい、アメリカなんですけども、やっぱりまあ坊主を中心に結局ブレイズとかがもう多いですよね、まあ、特に黒人文化もあるし、黒人の人ってやっぱチリチリやから、まあそれをねこうチリチリなケースが多いから、まあ、坊主とかブレイズとかっていう形なんやけども、まあ、スヌープに関しては、まあ、アフロとかね珍しい、まあ、長髪とか多い、長髪のサラサラヘア珍しいっすよね、うん、珍しいよな、これは宿毛矯正でもしたんかな、よくない、多分地毛はサラサラじゃないと思う、そうっすね、うん、まあ、でもやっぱり坊主が多いですね、印象で言うと、うん、印象ですごい坊主が多いです、まあ今はこうブレイズとかドレッドが多い印象なんですけども、当時はやっぱ坊主が多いかな、全然違うっすよね、なんか今そんな坊主のラッパーって、まあおるのはもちろんですけど、おるのはおるけど、なんかドレッドとかブレイズの方が名だたるところが多い気しません、うん、全体的に、うん、まあまあ坊主も目立つけどな、目立つっすけどね、うん、でもなんか当時の方が坊主系多いな、多いなっていう印象やな、印象が見てたら、はい、うん、でまあ坊主なんかその前動画上げた時に
にも僕坊主なんですけどどうしたらいいですかみたいな意見いただいたんですけど、坊主って究極のおしゃれとも言われてるのよ。間違いです、ね、うん、坊主って究極のおしゃれやとも言われてるから、全然坊主であることに悲観的になる必要は俺はないのかなと。超いい、うん、実際パリコレとかで歩いてる男の人って坊主の人とかもガンガン多いし、うん、坊主ってなんか一番ミニマルな洗練された髪型といっても過言ではない分、無駄がないっす、無駄がないからそう、全然俺はありやと思います、坊主、うん、でまあそんな坊主なんですけども、さすがにゴリンガリとかまでいったらちょっともう今から話する髪型は無理なんですけど、ちょっと長いぐらいのちょい坊主ぐらい、3ミリ4ミリぐらいでいけるっぽい、いけるっぽい、3ミリ4ミリでいけるの、うん、って言ってましたよ、数ミリやれば。へえ、まあ、この黒人の方のこの坊主の毛質をね、イージーパーマっていうんで、これはまあ日本人の直毛にも当てることができるみたいなんですよ。まあ、その黒人の方々はもともとこういう気質なんですけども、わかります、この下に降りる感じ、うん、髪がこう寝る感じ、はい、うん、って言ったらいいんですかね、こう上に立たずに寝かせる感じ、これをまあちょっとでも長さがあったらこうイージーパーマ当てたらできるみたいなんで、まあ、こういう髪型にしてみてもいいんじゃないかなと、うん、最近ちょくちょく本当に見かけますね。うん、ちょくちょく見かけるよね、うん、でまあ、イージーパーマをこう流行らせようっていうのがこう堀江にあるエイトっていう美容室がありまして、そこから始まってて、まあ、こうブラザーズでセミナーやったりいろんな美容室でこうイージーパーマに対してのこうセミナーを広めていこうっていうのでね、してるみたいなんですよね。めっちゃかっこいいっす。うん、まあ実際この髪型って似合う似合わへんはあるとは思うんですけども、こう長さいらんし、ある程度あれば、まあ、ある程度あればいけるし、まあ、高校生とかそういう学生とかでもすごいしやすいんかなと。割にね、そのゴリゴリのくるくるのパーマとか絶対できないじゃないですか。うん、もうこんなくるくるのパーマとかって難しいと思うんだけど、こういうなんかイージーパーマやったら全然問題ないと思うし、いや僕こういう毛質です言うてもうたらしまいやからな。いけると思う。うん、だからこういう感じでね、まあ、今回ご紹介したのがちょっといなたい感じのふわっとした、うん、髪型と、まあ坊主ですね、はい、究極の坊主ということでした。はい、ということで今回は髪型、またね、ストリートファッションに合う髪型2選ご紹介させていただいたわけなんですけども、まに探ればいろいろあるような髪型ってありますね、うん、まにまあいろいろあるんやけど、まあ、全然、まあ、コメントで以前いただいた、まあ、坊主に対して悲観的になる必要は一切ないと思うから、めちゃめちゃあり、うん、全然あり、もう俺も似合うんやったら坊主にしたいもんな、うん、ちょっと楽やしね、うん、絶対楽やしな、似合うやったら俺も坊主にしたいんやけど、まあ、俺はいかんせん似合えへんくて、うん、だからもうぜひ坊主でもいっちゃっていいと思うし、でちょっとこういなたい感じの髪型、うん、もうぜひチャレンジしてみてはいいんじゃないでしょうか。ということで今日の動画終わりますので、また次回の動画でお会いしましょう。